皆さんこんにちは。小野田道さです。えー、今回は俺とお前のシリーズサービス編スピンサーブです。今日も高尾プロと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まずは握り方。はい。あのーはい、握りは僕はあのスライスサーブもまあちょっと回転量の少ないね、まあ特に言うフラット系のサーブだとしても変わらないです。はい、あのコンチネンタルグリップよりも。 若干薄めに持ってます,す、まあ、それは僕も同じかな、はい、やっぱりあんまり変わらないってことがねいやだしですだってここで構えた時にスライスサーブはこれですスピンサーブはこれですフラスサーブはこれですってバレちゃいますかす相手にバレちゃわないように同じグリップで、はい、やることがじゃちょっと重要ですよね、はい。こういう部分ね。まああのスピンサーブってなると 多多分セカンドサーブで使う方が結構多いのと、はいまあ、プロでももちろんねあのクレーコートとかいけばファースサーブからスピン系のサーブを打って相手のバックの高いところを打たせたいという意味合いがあるので、まあ、スライスサーブもそうですけどスピンサーブを打,つ打ちたいって思ってる視聴者の方たくさんいると思うんですよ、はい、この,あの番組でもいろいろやりましたけれども、はい、やっぱりプロのスピンサーブが見たいということで、はい、ちょっと実践やってみましょうか。そうですね 打ち出しはどうですか、はい、上の方に打つのかそれともあんまり高さを出さないで前にいく出力を強くするのかどっちがですかあの両方欲しいんですよ、究極はやっぱり高さを自分が打つところからのいわゆる落下する角度があればもちろん高く弾むしで,、ね、でもそれだけだと弾むだけで相手はもう予測して。 ドンと打たれちゃうからある程度のスピードは欲しいので,で、ね、両方ですね上に行く力も欲しいけどもある程度前への推進力っていうのも両方欲しいですスピンだけでかけようとすると、はい、ここが小さくなるとから、はい、それとまあちょっとトスを左に上げて、はい、こうアーチを描く、はい、そういうイメージを僕は持っています、はい ちょっとスピンが強いかな自分は、うん、自分の中ではあのやっぱトスを上げるる位置あるじゃないですかやっぱこう立ってる時に構えた時に自分の左側って思ってしまうと、はい、思ってしまうと自分の体がぐっと打ちに行く時に中に入ると思うんですよはい、はい、そうすると思ってる以上に左に上がりすぎて,て打ちにくい可能性もある。 うてうそうだから自分が動くことを考えたらスライスサーブとそんなに変わらないトスでも自分がボールの下に入ればいいわけでしょ、うん、この場所自分に対してボールが左じゃなくてボールが少し右でも自分がグッと下に入ればそこから自然に下から上へのスイングが出来上がると僕は思うので。 僕はちょっとステップにするからあんですけどしない人でもこの場所でただこうやってスピンって打たないと思う,うん、うん、できれば前にスッグッと入るイメージでボールの少し下に入り込めばトスがこうやっていいじゃなくてスライスでも自分が動いて打てばいいとう。 あのスピン、相手にも分かりづらいと思うし、うん、僕はやっぱ左にこうやって上げちゃう分自分がこう足を固定して、うんうん、後ろ上げて、うん、ガってこうやって打つタイプだったんでそうするとこうやって構えている時点で相手にばれちゃうってことですね回り込まれちゃうからここはスライスのトスで自分がそ,うそ,うそ,うそれでも十分だと思うんですよね。 それすることがができきれば体重がしっかり行きたい方向に,乗るに打ち終わった後もこの中にしっかり振り込んでいけますもんね、うんはい、いけますはいそ,れかそういうイメージを持っても僕はスピンサーブはいいのかなと思うああ球が乗る感じがやっぱするそう,る、ね、そうあのやっぱ縦の回転っていうんですかこう相手のリターンの方向への強い推進力がないとやっぱ意味がない、ね、スピンサーブは。ガッて当たったっ時のこう、うん 乗ってる時間、接着の時間が長ければ長いほど、はい、うわあコントロールがいいっていう、はい、今そんな感じがして相手のラケットを弾くいわゆる振り遅れさせてやっぱこのバックサイドで言えば相手のバックに打たせて右側にボールをしたいんですよ。 振り遅れるってことはそういういここだからでこっち側に来たボールをフォアで決めるとかボレーで決めるっていうのがこのスピンサーブの意味合いがあるからやっぱり相手への方向にしっかりグッとと飛んでいいくってううのが大事になると思うねスピンをかけすぎちゃうとコントロール性能もあるし、まあ、ネットにかかる回数はやっぱ多いんですよ。でかけようかけようと思ってこうやって大事なポイントで、うんうん、あちょっと3040ブレークされたらどうしようかなって思って。うんうん 力むと結局は、うん、あーってってネット届かない、うん、もうこれがほとんどだったんですよ、ねうん、だから構えた時の,そのイメージとかそういうのが結構その脳が誘導してっちゃうんですよね、うん、悪いイメージだなってこうやって構えると、うん、あーってミスしちゃうから、うん、なんかそういうイメージをなくすためにも球がこう乗ってるイメージがこうあれば大事なポイントでもボールがしっかりいくっていう、まあ、そこはちょっと僕の昔の課題だったんですよね。うん、スピンをかけすぎないいっていう このね、なていうかな、やっぱ左側に上げたらスピンがかかると思っている方、それは間違いではないです。うん、ただし、左側に上げちゃうと、体を傾かせる。うん、で、このとこ反る、はい、んですよ。と、ね、この。まあ、反るというか、あの傾いちゃうんだよね。うん、傾いたものを戻す筋力と。戻すだけの脚力がやっぱりある程度、あればできるかもしれない。で,ね、でも、まあ、そうじゃなかったら、やめた方がいい。女性は難しくなりますよね。あ、変なし右に上げても、右に上げても。 縦がかれればこれスピンサーブな、うん、結局はもう高ささえこれ出せるこれスピンサーブ、うんそうね、スピンサーブというのはその高さがもうあの必要になるから<あ>なので変にねトスはね僕はあの左に上げようとはねなしない方がいいと思うな,な、うん、右側で自分が入っていく自分がグッと中に入るスピンサーブでもやっぱり威力があります、ね、そう必要絶対必要要絶対そうすると次のショットにやっぱりこう移行しやすいね うん、今スピンサーブでもバウンドして向こうの壁までノーバウンドで行くんですよキックサーブはバウンドして上がるから向こうの壁までは1回ポタンってこうやって落ちるんですけど、うん、高尾プロのサーブは、うん、キックサーブでもバウンドしたら向こうの壁はノーバウンドで行くんですけどそ,、ね、その横に跳ねるだを強くするっていうんであればもっとこの、えー、自分の後ろの方に上げた方がいいかもしれんけど、うん、ちょっとねやっぱコントロールがね難し,い難しいですね、うん 僕はスピン量がどうしてもやっぱ強い、まあうん、視聴者の方は多分僕みたいなタイプが皆さん大体だと思うんですよ、うん、だからスピンをかけたい回転回転って言ってこうやって後ろをこうやって,て,や,ってやるタイプ、うん、負担がやっぱ腰とかやっぱ背中がやっぱどうしても痛くなっちゃうんですよね,、うん、ですね腕だけの腕力だけでこうやってやるからそう向こうまでで行かないんですよ、うん、小野田プロの方が横には動くんです前に あのいわゆる右側に少しボールがこう動く量は多いですだからもし、ね、あの視聴者の方にもの中でいやボールをもっと横に動かしたいっていう意図があるんだったら、うんはい、小野田プロの,打ち,の、ね、打ち方の方がいいと思いますいい、はい、ただちょっと推進力がもうちょっと欲しいなっていうんであれば、はい、僕が言ったようにトスに対して自分が中に入るから大丈夫って思った方がいいでてますう、はい まあもう少しこう浅く入れたいとかっていうときは強めに回転をして、はい、そうですね、うん、こういうふうに、はい、ちょっとリスクは高いショットでもあるんですけども、まあ、こういうショットと、はい、まあ高尾プロが言ったみたいに前にこう行く、はい、ここからねその中でやっぱサーバーのボレーをするっていうこともある中で、ね、<ー>編み出したものでもあるのでですなるほどなるほど,るほどいいんじゃないですか ね、ちょっとこのコツさえやれば当てるところはねあのスライスサーブでもお伝えしましたけど、はい、これは内側です,内側,です、ね、内側に当てた方がいいですただスライスサーブがラケットにの感覚的にこれぐらい立ってるとし立ってる少し斜めに立ってるとしたらスピンサーブがちょっと寝てる時に当たってれば当たってから上にいくっていうイメージを持った方がいいだからトップで、うん あの視聴者の方は多分トップでボールを取れ取れっていろんなコーチになるん、はい、高いところでね。ボールは我々はボールをラケットが一番トップに行く前に当たるんです、はい、当,た当たってからトップにいくんです,です、ねはい、最高点がボールより後にくるっていう、うん、まあここの理解は多分皆さん間違えてると思う、あのー、一番トップトップで取るってここが最高点になっちゃって、はい、あとラケットダウンさせるだけじゃなくて、はい。 当た,える当たってから最高点を迎えてダウンしていくって、はい、そういうイメージです,よ、ね、そうですだから当たるところあるじゃないですかこれがもっと上なんですけど当たってからちょっとでいいから上に行けばいいうん、うん、ボールが、はい、でも高いところで取ると当たってから上に行くってことは多分できないと思うね、はい、高いところで取っちゃうと当たったところからそのまままっすぐかちょっと下に行く可能性あるからだったらもうちょっと低い打点でもいいから当たりました クッと上に上がれば到達いうのをもっとと上に行くと思う僕ら背が高くないから 2m ーーとかあったら,、はい、らこれね不思議な話 2m ーーある人がスピンサーブ打ったらフォルトするんですよ入ん <laughs> ないんですよ上に打っちゃうから高すぎて、ねはい、だからカルロヴィッチとかイズナーは角度があるから跳ねるんであってあ、ねうん、彼らはスピンサーブを打ったらフォルトしちゃうなるほど、ね、それは残念なんですだから僕らの特権なんですよ <laughs> このねスピンサーブっていうのは、ね、はい まあちょっと今やったテクニック、ちょっと高度な技ではあるんですけれども、絶対に習得しないとスピンサーブ良くならないですから、視聴者の方々、ちょっとこれを練習、イメージ、はい、まあ見てるだけだとちょっとなかなかね上達できないんですけどコートに入って、この動画を見てもらって、何回も練習してもらえたらと思います。ありがとううごございいままししたた Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!